白山姫神社に奉納される獅子舞は江戸時代の中頃に始まったとも伝えられています。船引町芦沢の8つの地区、屋形洞、中洞、本郷洞、柏原洞、南洞、倉掛洞、山田洞、横土洞、それぞれが獅子頭や道具を持ち、境内の神楽殿で芸を競いながら毎年奉納しています。夫婦獅子舞は神社の言い伝えによると、およそ1200年前の大同2年、神社北側の丘に天下ったことから始まったと言われています。お獅子目獅子ともに表情が違い、長さ5メートルのお衣と言っている布には、大神楽や大神宮にちなんで大の文字が染め抜かれています。これも太さが違っていて、太い方がお獅子です。